車もしかしてメスじゃないかな。ねえ、あなたメス？メスちゃいますの？なんでかって？ちょっと中見せて。おにゃか、おにゃか、おにゃか見せる、おにゃか見せる。ほら、ここです。ここです。ほら、ここ。なんや、白い丸いものがありますよね。なんかわかります？で、上からもわかるんですよ。ここ。ここちょっと白いんですよ。なんや知らんけど、白い丸いシルエットのようなものがあるんですよ。あなたもしか、痛いよ。痛いよ。もしかしてメシュ？あなたもしかしてメシュ？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 メシュなの？メシュだからそんなにバクバク食べたいの？僕ちの指は食べられないよ。逃げ出そうとしても無駄よ。カルシウム袋がとても膨らんでいる。やもにゃん。もにゃん。この子ね、このここにあるのが卵だとして、それが板倉さんとのあれでは、あの卵ではないとも言えるんです。なんでかっていうと、この子ね、数ヶ月前にある知人からね、拾ったってね、連絡来てもらった子なんですよ。なんで外でな交尾しててもおかしくはないんですよ。で、卵を守るためにこんなに攻撃的なのかもしれません。にしても人慣れしないわね。板倉さんみたいになれなじゃいもん、本当に。なでなで。カメラがいた。このお腹の膨らみね、コオロギを食べた時とはちょっと違うんですよ。なんか違うんですよね。だから卵あるのかもしれないね。そこ登りにくいよ。おいえ、正面から見ると可愛いんだけどね。けど横から見るとね、もう怖いね。怖いね、顔が。顔が怖いね。もうね、目が引っ込んじゃってね、もう怖い怖い。はい。もしもね、この小山の行方が気になる方はね、ちゃんとチャンネル登録して、ちゃんと通知登録をして、待っててくれちゃいね。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。